そうそう、そういうふうにね、手を回して。そういうふうに、大体それでいい。要するにこういったのはピアノであってもフォルテであっても指が大事なんだけど、指が大事というのはただの言葉だから、はいね、その指っていうのはじゃあそもそもどんな感じなのかってことなのよ。だから指だけで弾いてるってことはありえないわけ。そうですね。ね、意識でそういうふうに思うことはできる。だけど実際は絶対違うの。そんなここだけの動きっていうのはありっこないんだ、はいね、でところがそれを大真面目にやっちゃうと、そうなんだと思ってやっちゃうと結局自分を壊していくのよ、ね、そういう不器用な人がまたいる。それで不器用な人ってのはもしかしたらすごく良かったかもしれないのにという恨み節がある、ね、はい、で今度はじゃあこれレジェルでやってごらん。加わってないと。だからもっとこのインターバルが狭いやつはそれがちょっと希薄なんだよね。一応これでもただそのこうやっても弾けちゃうから、はい、ところがここまで開くとそれできないでしょ。例えばどうしてこっちから使っちゃいけないんだろう。簡単にできんじゃない、ね、それを使わないで指だけでやってごらん。もうとっても弾きにくいだろ。わざわざ弾きにくいことをなぜしなきゃいけないのか僕にはわからないね、はい、そうそうそう、それでいいの、ね、だからそれがレジェロだ、ね、次その前からタッと2拍目からタッと、あ、2拍目、つまりこのなんていうか高い方から低い方の動きだよね。それが逆になるわけだろ、ここで、はいはいね、だからそこのなんていうのか、一種のチェンジが難しいわけだよね、そこのところはスッスッスッとできてればなんてことないわけ。だからそこに特化のフォーカスして練習するわけ。そういうふうにだ、ね、だから仮にだからこれが別に難しくない人はただただ弾いてればいいんだよ。いい弾き方をしてればいいわけ、ね、だけどもなんかこう音が抜けやすいとか動きにくいとかいう時があったとしたらば、それはまず難しいのはそこのチェンジするところが一番難しいんだろうから、今君がやったようにやっと、そうやって少しずつこう外堀を埋めていくわけ、はい、だから練習ってのは絶対体育会系じゃダメだってのはそこなんだよね。でそれで足りなかった分をまあ量でカバーしようってのが順序だよ。はい。そうそう。でそれでいいから。でこれは左も同じことをやればいい。
開いて少ししかやってない。じゃあ、ずっと。そう、同じことをやっとけばいいわけ。ね、はい。肩とつなげなきゃダメだ。そう。で、この時ね、その親指のその一種粘り強さ。使い方があるから一番複雑な指だよね。はい。だからだけどその根っこにはそのここまで粘り強くできるというのがないと、例えばだね、ベートーベン3番の。こういうのがあるでしょ。その時には。はい、親指は本当に一種つっかえ棒のようにやってるわけ、ね、だけどでもそのなんていうのかな、その根っこではたーっていうのができてるという指が強い、うん、そうしないとこうしかならないんだよ。はい。そうするとこういうふうになっちゃう。で、こうやった時には今度は音が散るわけ。こういう風にね。はい。だからここは本当ガツッとやんなきゃいけないんだけども。だけどももう一度さっきのに戻ると、今度はこうなるから。だからいつでも柔らかいっていうのが前提にあるからできる。でもあるのよ。はい。そこのところを曖昧にしたままだとどうしてもこの肩からこう振るような感じだと、こうやっていくしかないの、うん、そうすると響きがとっちらかっちゃうんだよ。こんな風にさ、はい、もちろんこれをもう少し練習するからね、僕も全然練習してないから、本当にとっちらかっちゃうけどもね。こういうふうに、まあよくてこんなもんなんだ。うん、だけど、パーッとやったときには、音の響きとしては柔らかくなるんだよ。はい。それでキャパっていうのはちゃんと感じるようになるんだよ。それは広いところで聞けば分かるじゃない。そうですね。で、そういうのと関係してくるからね。響き結構綺麗なんだよね。そうですよね。でもどうしても片手ずつで練習しないと分かんない。そうなんだ。だからね、それでいいの。はい。
だってね、両手でやりながら本当に根本的なことまで注意っていかないんだよ。うん。ね、だからその動きを知りたいときには刀の方がいい。だけど普通は、普通の曲で言うときは、大体基本的には僕は両手の方がいいだろうと思ってる。はい。ね、だけども、こういったところで、この動きが本当にどうなってんだろうっていうときには右手だけの方がいい。